っていうのは実はアニソングランプリと縁が深いんですけど、その理由が第3回ファイナリストに残った瀬口かなちゃん、まあ私たちはセグウェイって呼んでるんですけど、そのセグウェイが今年の4月に私たち中野フジシスターズの仲間になってくれたんだよね。そうなんですよ、第3回もうちょうど去年に、去年ね、ここ去年なんですよ。すっごく緊張して歌ったのを覚えてます。懐かしいなってすごい思って、やっぱアニソングランプリ本当にいいなって改めて思いました。しかも私はやっぱアニソングランプリで人生が変わったみたいなもんなんで、すごく誇りに思っています。